最近急に寒くなったね。みんなは風邪ひいてない？メルネは、足元が寒いんだ。何か靴を履いて寒さをしのげないかな。持ってる靴といえばこんな感じ。草履は違うでしょ。パンプスもスケスケで寒そう。かといって長靴も違うし。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。お、なんだろう。今日も爆買いよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ただいまバーゲンをしております。はいはいはい、買います。バーゲンか、ちょっと見てみよう。店員さん、今日のおすすめは？そうですね、こちらはどうでしょう。このハンガーにかかってる商品は限定ものの一点品です。あれ、逆だな。テイク2。このハンガーにかかってる商品は一点ものの限定品です。まあ、素敵。じゃあ、こっからここまでよ。一括でください。さすがベニちゃん、大人買いした。でもあのサイズ絶対着ないよな。今日もいい買い物ができたわ。またどうぞお越しくださいませ。あー、売れた売れた。ちょっと休もうかな、寝ようっと。すいません、お客さんまだいるんですけど。おっと、こりゃ失礼。いらっしゃいませ、お客様。何がご所望でしょうか？靴が欲しいんです。それでしたらこちらにどうぞ。1年前に入荷したまま忘れられてたスニーカーです。なんと1足200円。いかがですか？わー、めっちゃお得。何色にしよっかな。あれ、このスニーカーおかしいぞ。靴の向きが全部左足。すいません、お客様。それを踏まえての1足200円なんです。まだまだ。今日はバーゲンなんでしょ？もっと安くしてよ。それじゃあ出血大サービス、1個100円でいかがでしょうか？おー、半額なんて太っ腹。ん？半額？そうだ、ベニちゃんのあれやろうっと。こっからここまで全部ください。カード一括で。カード持ってないでしょ。それではお客様。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。12個で1200円でございます。600円じゃないの？うざいからそれやめて。お客様、私は1足200円と言った後1個100円と言ったんです。世の中には意地悪を言う悪い人もいるから、しっかりしないとダメですよ。いい、悔しい。言葉の罠に引っかかっちゃった。みんなも騙されないように気をつけてね。まあでも今回は特別に1000円にしときます。やったー。次は騙されないようにしっかり者になるぞ。ありがとうございました。よし、早速履いてみよう。まずはほどいて紐を緩めていきます。結構難しいぞ。それで足にシャキンをぴったり、いやちょっと大きいのかな。それでくくる。キュッ。パッと見左足用だけどそんなに違和感ないよね。この服には何色のスニーカーが合うかな。青、緑、白、赤、黒、イエロー。みんなはどのコーデがいいと思う？コメント欄で教えてね。よーし、他のスニーカーはしまうか。かといってスーパーの袋にしまうのはな。さっきのお店みたいなのがあればいいんだけど。はい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 。それだったら任せて作りたい。また変なの作るんでしょう。そんなことないよ。三段はバッチリ。じゃーん。ダイソーでいろいろ買ってきたよ。見てこれ、めっちゃシンデレラフィット、気持ちいい。確かこんな感じだったよね。よし、作ってってみよう。まずはこの網棚にペンキで色を塗るよ。スポンジに取ってトン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 、こんな感じで塗り広げていこう。こういうところもたっぷりつけて塗り残しがないようにしなきゃ。
ね、結構難しいな。ざっと1枚目塗れたら2枚目もポンポンします。なんで筆で塗らないかっていうと、筆の跡が残って汚くなるんだよね。こっちの方がなんか効率よく塗れる気がする。はい、どんどん手が汚くなります。一度塗りが終わったら、なんか濡れてないところ、こういうところとかを二度塗りします。二度塗りできた。まあまあ綺麗に塗れたかな。手が汚いからちょっと洗ってくる。次はね、合体します。こんなイメージ？ここどんな感じだったっけ？グルーガンとかで止めたら汚くなるよね。ああ、そうそう。木が上になってる。てなわけで、一度これを分解します。上に乗っかるようにしたら、ここを結束バンドで止めます。本当は黒色が欲しかったんだけど、ちっちゃいやつは白色しかなかったんだよ。よしよし、いい感じ。じゃあ反対側もつけるよ。じゃーん、いいんじゃないでしょうか。じゃあこの木をつけていこう。あ、やばい、ネジが短すぎてカパカパになってしまう。え、どうやって止めようかな、これ。とりあえずちょっと長いけど、他のネジを用意したよ。これでやってみよう。ネジをこの穴のところにもう一回差し直して、そして回す。くる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 、いいねいいね。うんうん、じゃあ反対側をしよう。できた。かっこいい感じになったよ。よし、メルネー呼ぼう。メルネー見て見て。おお、思ってたよりちゃんとしたものができてる。これお店から持ってきたやつじゃないの？いや、そんなことない、ちゃんと作ったもん。まあ何でもいいや、早速並べてみる。緑はここで、白はここ、黒はここにして、青も上にしよう。最後赤色は下の段。おー、お店っぽい。気に入ってもらえてよかった。他にもこういう並べ方があるよ。おー、いいねいいね。それでさ、今日のオチはどうやって持っていくの？そんな裏事情暴露しないで。この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。バイバーイ。